イーシャンテンですね。もう、一応、まあ、スアンコウとかもありますけど、うん、さあ、イーソー引きまして、強いですね。うん。まあ、サアンコウとかもある。あ、でも、どうでしょう。ウワ引いたらどうしようかなって感じですよね。さあ、イワ引いた。さあ、イワ。さあ、イワ引いて、さあ、縦引いて、さあ、あれ、いや、無駄相撲がどこ行ったんだまあ、無駄相撲しない方がいい。いや、4まで吸った無駄相撲なしはさすがにおかしい。いくらなんでもおかしいです、それ。ちなみにこれ王座の間なんですよね。これ王座の間で、これ4まで、さあ、いいシャンテン。さ今なんかさらっと有効杯積もりましてからの、まあ、ちなみに9番引いたら13面なんですが、あーい、テンパイ。いや、だま、あーいや、これ王座の間なんですよ。最高のタクね。第最高のタクでね、4までね、これ13面待ち6万4000、もうブチギレですね。これは白のみじゃない？さすがに白のみ。まあ白ポンするかどうかちょっと悩むけどね。じゃあその、なんていうか、いや、白のみ。いや、リーチのみ、ちゃんたとか、いや、さすがに白、リーチ白やな。いくらなんでもこれはリーチ白にしかならないでしょうね。だって、リャンハンやからね。今この時点でリャンハンやから。リーチしろ。まあ、ウーソーね。ウーソー積もればとかあるんですけど、ウーソーが2枚ブロックされてて、赤もないんで、いやー、さあ、神ちゃんにズバズバ引かれてるね。ちょっと厳しいかなーってところではありますね。さあ、あとはテンパイですね。神ちゃんテンパイちゃんと回してるね。神ちゃんがうまい具合に回している。ウッパッソーが残り、1、2、3、4枚飛んでるから、残り4枚か。残り4枚。そう、ちゃんとね、本当にちゃんと。まあ、でもちょっと回したかな神茶がね。これでちょっと神茶染めに行きましたね。染めに行った。で、全然上がらないよね。全然上がれないんですけど、これでも間違えたか配布間違えたかさすがに。こんだけ上が、さあ、カンしました。白カンしました。リンシャン。リンシャンでドラが乗せて、いやでも、まあ全然足りてない。まあ役満には程遠いかなって感じで、裏8 まあ役満に程遠いなら裏8乗せればいいからね。はい、友人戦友人2人がいなくなってしまいました。まあしゃあないですね。友人2人を生贄にして天保やったらね、もうしゃあないですよね、そりゃ。少数士行きたいんで、まあトントランね、次あたりでトントランスッと、まあペイもいいですね。ペイ泣けないんでね。3までペイは泣けないんで、まあそこはありがたい。まあトントラン、あと、ウッパッソーも欲しいね。ウッパッソートンランスッと、さあいけない。まあでもこれでまた広くなって。とりあえず一面ツはいるんで、まあどこか、まあいい層いらない。ていうか、ちょっと待って、神茶、なんか、トントラン切ってないな。神ちゃんの打ち方がちょっと謎すぎるでも全然引かないな。こんだけ無駄相撲したらちょっとさすがに厳しいんじゃないかな。いや、だからトイメンが強いわ。トイメンが普通に強いんで、もうなんかリーチ来てもね、おかしくないかなって感じでありますけどね。で、まあ、ペイ抜いて、全然引かない。あれ、間違えた？あれ、ちょっと待って、間違えたか、これ。いくらなんでも。さあ、白引いて、はい。ちょっと間違えた可能性あるな。こんだけ引かないとなると。さあ、それでトンとなんか1枚ずつなくて、まあだからトンなん引きたいところではあるけど、スッと、さあ引かない、まあ、初、さあ、その間で、ざといでそのダイナミック面前放棄は何の馬鹿確認友人戦なるほどさあ、トンが入って、それは何も入ってトンと何が入って、さあ、からの白が入って、テンパイさあ、さらにそのもんで、さらにそのポンでポンで、よいしょもう歪みに歪んだ。歪みすぎてるそのポンで。歪みに歪んで、スワンコ追走少数士ですね。はい、銀のマーザーペイ抜かれたさあ、ペイ抜かれてカモされたいや、そしてパーピンが消えた。いや、これね、チーホーならないんですよね。さあ、ペイ抜いて、3ピンさあ、ペイ抜いて、9ピンさあ、ペイ抜いて、9ピンさあ、転売ドラロ君あ、チーホーがないならね、ドラいっぱい乗せればいいじゃないじゃん。あリーチイペドラロク、リーチイペドラロク、裏さんあ、別にチーホーが消えたら数え役満にすればいいじゃないはい、玉の間多分、めちゃめちゃ、6400点しかないんやけど、うん、めちゃめちゃラスなんですけど、さあ、チーホー積もりまして、でもね、神着でこれ6万点ぐらいあるからね。まあ、かなりね、これでまあ巻き返したんですけど、まあ、点数状況的に、まあそうですね、まあまた2着ですね。ちょっとこれ前座なんで、前座なんで、まあ途中からなんですけど、さあ、赤入りました。ああ、さあ乗りまして、ああ、さあ、リーチが入りまして、さあ、おいしょ。なんでこれ前座やねんこれ前座ではなかったな。ああ、そうだ、これ数え役満ね。ああ、そう、まあ、一旦数え役満で。ああ、一旦数え役満で出まして、からの、さあ、ダブルリーチまず一旦数え役満出しましょう。意味がわからん。あれ、さっき数え役満出されてましたよねって、なんでここ島上がったの第3弦揃いすぎああ、もうそろね、8枚揃えさあ、さあ、チューブ感じますね。チューブ感じます。でも、これ、感しない方がね、その逆にその第3弦ってわからないっていうかね、うん、結構その、惑わせられるというか、チューン切って第3弦って想像しにくいから、逆に切るのもね、ありかなーって感じではありますけど、さあ、リアンソンも行きまして、さあ、すったんかポンバーサイテンバイああ、まあ、普通にちょっと妥協して第3弦のみかなーっていう感じではあります。ああ、まあ、妥協。ああ、さあ、リーチ入りまして。さあ、リーチ、ああ、さあ、缶入りまして。さあ、缶入りまして。さあ、一応、そうですね。ああ、さあ、缶。今、そうですね。第3弦3貫津ドラ8。あ、第3弦3貫津ドラ8なんですけど、さあ、ちなみに、一数ピン振り手、ああ、さあ、一数ピン、しょうちゃん振り手なんですよね。ああ、さあ、それちょっと白がねあ、第三元三冠図の味、白がちょっとどこにあるか、あらさあ、玉の間ですよね。一応一応止めて、もちろん止めるね。まあ、さすがに玉の間やから。さすがに玉の間やから、トンは止める。さあ、それトン単義と、まあ、振り点が悪いね。振り点一数ピンなんが悪い。あそらそう。やっぱ範囲振り点だったっていう。ああ、そら振り点でね、リーチはもう数貫津第三元なんですよね